サッシャはラジオ DJ、ナレーター、ドイツヘッセンシュ生まれ、本名はサシャ・ベックル、ドイツ人の父親と日本人の母親の間に生まれた。少年時代はドイツで過ごし、流行していたスター・ウォーズや BMX に傾倒した。国営放送よりバラエティ豊かだった米軍放送でマッハ午後の宇宙戦艦ヤマトの英語版を見て育つ。小学四年の十歳で、 日本に移住。東京都府中市立府中第三小学校、府中市立府中第四中学校卒業。小さい頃にドイツのフランクフルト空港で英語の映画予告編ナレーションをかっこいいと思ったことや、中学になってラジオでよく洋楽を聴くようになったことから、ラジオ DJ に憧れるようになる。高校卒業後の第一志望はドイツの大学へ行くことだったが、 日本は小中高12年なのに対してドイツは13年の義務教育があり、日本の高校を出ただけでは入学する資格がなかった。ドイツの大学へ入るためにもまずはドイツ語能力を向上させようと、独協大学外国語学部ドイツ語学科に進学。大学2年生で本格的にラジオ DJ を目指そうとするも、どうすればなれるかわからず。 各放送局に DJ になりたいと E メールを送ったが、ほとんど返事は来なかった。難しい世界だなと打ちひしがれていた。大学3年時の1月、バイブを見ていると募集告知が流れており、それに応募、面接を受ける。すぐには連絡が来なかったが、8ヶ月経った頃、大学4年生になりドイツ行きのため願書を出そうとしていたところに合格の連絡が来る。 1999年、音楽専門チャンネルバイブの VJ としてデビュー。しかし2年でバイブは閉局し、自分の番組も終わることになる。ドイツへ行くことを考えていると取材で知り合った、ラジオ制作者に話すと、もったいないと言われ、そのつてで FM802 のオーディションを受ける。しかし結果は、不合格で、今度こそ、 ドイツ留学かと思ったが、面接を受けさせてもらった人の紹介で、ワウワウの番組に出演。その最中に J-Wave の番組で代わりの DJ が、必要だからやらないかと誘われて、2001年に J-Wave ナビゲーター、FM 富士で、ラジオ DJ のキャリアをスタートさせた。2007年3月31日、2月17日に、結婚したことと、8月に、 家族も増える予定と公式ブログで報告。2010年5月8日に放送された DJ 太郎とのユーストリームでの番組ベストヒット UST にゲスト出演した高谷タノルと中西恵造のプロジェクト向井谷クラブのレコーディングとライブにゲスト参加。個人的に鉄道の趣味もあり、高谷の鉄道企画に参加したり、自身のラジオ番組のゲストのピンチヒッターとして高谷が 電話出演したりと交流がある。2012年、ツールドフランス第4ステージで、新城幸也が関東賞を獲得し、日本人で初めて表彰台に上がった際に実況を担当した。2017年9月、友人の有村コン、福永勝成らと共に、株式会社キングダムエンターテインメントを設立し、VR 人狼渋谷を運営している。日本語、英語、 ドイツ語のトライリンガル。実況を務めるスポーツ中継では、現地映像による選手インタビューの翻訳等も言っている。日本語とドイツ語は標準語、英語はドイツ出身なので、イギリス英語と思われがちだが、アメリカ英語を話す。アメリカのラジオをよく聞いていたからと2021年7月のステップワンで明かした。自転車も好きで、 J スポーツのサイクルロードレース中継の実況も担当している。解説の栗村治とのコンビは我らワールドの異名でも知られる。他には自動車レースの F1、FIA 世界耐久選手権、スーパー GT の実況も担当している。ありがとうございます。